杉浦祐介は、日本の料理研究家、実業家。名古屋市において、名古屋クッキングスクールを運営する。愛称は、おにぎり先生。愛知県名古屋市出身。料理研究家婚活アドバイザー。中部料理講師改正会員。一般社団法人名古屋分離。大学短期大学部名栄会理事。ヤフージャパン、日本の定番選定委員会。 お米部門選定委員を務める。1980年3月5日、名古屋市緑区に生まれる。2001年より料理研究家の加藤敏彦に指示。2003年3月、名古屋分離短期大学食物栄養学科を卒業。栄養紙面許取得。その後、5年間にフードコーディネーター、ベジタブルフルーツマイスター、食育スペシャリスト。 マクロビフードコンシェルジェ等の資格を取得。サラリーマンをする傍らで副業として飲食店や結婚式場等へのメニュー提案、ケータリングサービスを行う。2007年から東方ガストク薬店にて料理教室を開始。反響から他店舗からも依頼を受け講座を持つ。その他、各種イベント等で料理教室、講演を行う。2009年5月。 料理研究家として独立。2009年10月30歳を目前に、名古屋クッキングスクール主催を決意。勤めていた企業を退社。2010年4月、名古屋クッキングスクールを開校。2012年6月、株式会社、杉浦雄介料理研究所として、法人登記。代表取締役社長に就任。2015年3月5日。 資本金を1000万円に増資。2012年11月から2013年3月、栄中日文化センター、恋活クッキング講師。学校法人山田学園名古屋文化短期大学、就活、就職セミナー講師。財団法人愛知男女共同三角財団、婚活応援。料理教室で、コミュニケーション講師。読売新聞中部支社。 読売社会科見学教室料理教室講師。名古屋市立熊野前小学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立成海東部小学校、PTA 家庭教育セミナー講師。ECC 学園高等学校名古屋サポート教室、総合学習講師。名古屋市立堀田小学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立白水。 小学校 PTA 広報新聞名古屋市立、鳴海東部小学校、PTA ハンドクラフト部講師。名古屋市立港西小学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立片平小学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立は、鳥幼稚園、PTA 食育セミナー講師。名古屋市立、山田あずま中学校、PTA 家庭教育セミナー講師。 名古屋市立塩路中学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立わた中学校、PTA 家庭教育セミナー講師。名古屋市立桜田中学校、名古屋市立南高中学校、名古屋市立萩山中学校、名古屋市立本城中学校、名古屋市立田高中学校、名古屋市立津賀田中学校、名古屋市立南天白中学校、 勤労体験学習政党経営協力学校法人東海学園東海学園大学経営学部経営学科職業論講師ありがとうございます